ルシーでボリューム満点のベトナム料理、ファンが多い人気店です。口コミ二重丸の人気店、続いては浜松市中央区板谷町にあるフォーハノイセカンドです。店内は明るく開放感がありカジュアルな雰囲気、本場の味を求めてベトナムの人にも愛される料理が揃っています。たっぷりの野菜と種類豊富なスパイスや発酵調味料などを取り入れたバラエティに富んだベトナム料理をご用意しています。看板メニューはベトナムの定番料理、米粉麺を使ったフォー。ランチは生春巻きなどがついたセットがおすすめです。米粉 99% の生麺のような食感の麺を使用し、スープは比内地鶏の鶏ガラをベースにしたあっさりした風味となっています。あっさりしたスープはコクがあり、ほのかに香るレモングラスなどの爽やかな風味も楽しめます。少しとろみのあるスープは麺によく絡みますよ。麺はプリッとした食感でお米の甘さと風味が広がります。ボリュームがあるセットです。もう一つの看板メニューはベトナム南部の代表料理バインセオです。ターメリックで色付けした米粉入りの皮を焼き上げて、中はたっぷり野菜、豚肉、エビなどが入っています。見た目は大きいんですが野菜がメインなので意外にあっさりと召し上がっていただけます。皮はパリパリ、中には具がたっぷり入っているのでボリュームがあり、もちもちした食感が楽しめます。食べやすい大きさにカットしたらレタスやハーブに包んでいただきます。豚肉やエビの旨味も詰まっていて、もやしのシャキシャキとした食感がアクセント。さっぱりとしながらもコクがある味わい深い一品です。夏季限定の冷たいフォーです。ベトナム醤油かごまだれタレをお選びください。今回は甘みのあるベトナム醤油でいただきます。冷水で締めた麺はもちもちでコシがありますよ。ほんのり酸味を感じるタレとパクチーなどの香草でさっぱり、暑い日におすすめの一杯です。ベトナムはフランスの統治時代にフランス文化の影響を色濃く受けています。こちらのお料理はフランス料理と融合したお料理になっています。牛肉やキノコの旨味が詰まったソースは濃厚、トマトの酸味が味を引き締めていますよ。卵を崩すとコクがアップ、お酒との相性は抜群です。野菜をたっぷり使ったベトナム料理が揃うお店、浜松市のフォーハノイセカンドです。